し、まあ暑いですね、今日は。まあ猛暑と言ってましたから、まあこんな日に何も秘境駅巡りしなくてもという意見もありますが、あれ。今はもしかすると渡ってはいけないんでしょうかね。なんか札があるような。大丈夫ですかね。じゃあちょっと渡ってみましょう。眺めは絶好ですね、これ。ああ、揺れてます、揺れてます。揺れてはいますが、先ほどの小和田の吊り橋に比べれば、怖さはあまりないですね。田線はすごいいい風景を走ってくれてますね。天竜川沿いをひた走るローカル線の醍醐味ですね。まあこの吊り橋を使わないと駅には行けないわけですから、シテグリを使ってる方はまず間違いなくこの釣り場所を渡ってることになりますね、毎回。はい。釣り場所を渡り切りました。じゃあ時間がないのでこのまま引き返すしかないですね。車は進入禁止のマークになってます。で、あちらがシテグリ駅ですね。じゃあ次の駅に行きましょう。